ゆっくりしていってね。ようそろー。こんにちは、ゆっくり霊夢だよ。やっほー、ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、最近秋らしくなってきたね。そうだな、涼しくて過ごしやすいから、私は最近読書にハマってるのぜ。お、読書の秋かー、秋らしくて良いね。霊夢は何か秋らしいことしてるのぜ。ふふ、私は罪プラ崩しの秋を堪能してるよ。いやお前んちじゃそれ年中行事だろ。というわけで今回は、霊夢さん秘蔵の罪プラシリーズから、最上型巡洋艦、鈴屋をレビューするね。罪プラをシリーズ化するな。てか巡洋艦って軽巡と重巡で分類されてたよな。鈴屋はどっちなのぜ。お、いいところに気づいたねマリサくん。最上型は軽巡として建造されたけど、後20巡に改造された巡洋艦なんだよ。へえ、そうなんだ。けど改装されたんなら従順でよくない？従順改装後も書類上は軽順扱いされてたんだって。ああ、それで巡洋艦って紹介したのね。それじゃあきっとを紹介する前に。書類は軽順、中身は従順、その名も巡洋艦、鈴屋。の艦歴を軽く紹介するね。早く始めろバーロー。鈴屋は、最上型巡洋艦として1933年に建造されたよ。建造時は軽巡だったけど、1938年に主砲を完走し、事実上の従巡になったよ。ちなみに鈴屋型巡洋艦とも呼ばれていて、船体の形状が最上と異なっているからだったよ。大東亜戦争開戦時の艦長は、木村正富大佐で、マレー作戦や、インド洋での通商破壊作戦に従事。1942年11月には、従順、マヤと共にヘンダーソン飛行場に対して砲撃を行ったよ。その後も南方方面で、輸送作戦やマリアナ沖海戦に参加したけど、1944年のレイテ沖海戦に参戦中、連合軍からの激しい攻撃を受けて、武装の一部が誘爆。そのまま沈没してしまったよ。以上が鈴屋の艦歴だよ。艦これでは、同型艦なのに最上と鈴屋で服装が違うんだが、鈴屋が一概には最上型とは呼べないからなんだな。うん、鈴屋は最上で見つかった不具合を解消するために、船体形状を変更したから、少なくとも最上型の改良タイプと見られてたみたい。鈴屋型って言われるくらいだし、かなり改良されてたのかな。扶桑型戦艦の改良型なのに全然違う伊勢型に比べると、最上と鈴屋の性能はそんなに変わらなかったんじゃない？この2隻に比べたら誤差レベルか。ここからはきっとレビューするね。今回紹介するのは、富士見模型から発売の特、ナンバー、27。日本海軍重巡洋艦、鈴屋、昭和19年、正式渡航作戦、だよ。霊夢、特、とは何ぞや。特、シリーズは富士見が発売している、700分の1スケールの洋上型キットのことだよ。模型の再現度の高さに定評のあるシリーズだけど、その分他のキットよりもパーツ数が多く、難易度は高いって言われてるよ。けど最近のキットは、パーツがまとまってるから個人的には作りやすいと思ってるよ。確かに、霊夢が組めるんならそんなに難しくなさそうだ。詳しく見ていこう。スペックは、全長29センチ、最大幅4センチ、高さ5センチ、塗装はアクリルガッシュ、空中線は伸ばしランナーで再現。前に紹介したアタゴとほぼ同じ体格だね。アタゴ姉さんと同じって、やっぱり従順じゃないのか。いや、カタログ上は軽順だったから、アイドルの年齢詐称かよ。主な武装は、20.5 センチ連装砲、12.7 センチ連装広角砲、25ミリ3連装機銃、そして61センチ3連装魚雷発射艦、だよ。また対空兵器マシマシキットだな。うん、マシマシキットはかっこいいからつい買っちゃうんだよねー。特にこのキットの対空兵器は面白いから、後で解説するね。面白い？銃弾でも飛び出るのかな？なわけあるか。船体は左右分割式。
官暦紹介で解説した、鈴屋型独自の船体造形が再現されてるよ。カタパルト近くには、レイテ沖海戦で誘爆した魚雷発射管の発射口があるよ。発射口の説明ひどすぎない。甲板には、不死身模型らしい精密な偽装があるよ。細か、これを取り付けるのは大変そうだな。マリサ安心して、偽装パーツは予備がたくさんついてるから飛ばし放題だよ。なんで飛ばすこと前提なんだよ。実は偽装の中には、取り付けが選択式のパーツがあって、使わなくてもキットを完成させることができるよ。リールのパーツは数が多いけど、横長で結構取り付けやすい形をしてるよ。見た目以上に数は少ないし組みやすいのか。四方の 20.5 センチ連装砲は、砲塔に接着する必要があるけど、今回は接着せずに自由に旋回できるようにしたよ。接着しないデメリットはあるの？振り回したり逆さにして遊ぶと、砲塔が外れて危ないよ。いや接着しててもその遊び方は危ない。環境はかなり小顔だけど、窓がクリアパーツで成形されてて、望遠鏡のパーツもついてるから見応えのある環境になってるよ。増設された機銃台とかもあって、複雑でリアルな環境なのぜ。まあアタゴ姉さんの環境に比べると迫力に欠けるがな。アタゴの迫力がありすぎるだけだから。煙突はディテールが細かいほか、キャップの開口したリアルな造形だよ。ちょっと塗装はしづらいが、リアルでいいな。うん、東京ドーム10個分はリアルだよ。それ大きさの表現方法だぞ。飛行甲板は、レールがモールドで再現されてるんだけど、別パーツに見えるくらいしっかりした造形だよ。艦載機は付属のゼロ式推定と、ウォーターラインシリーズの2式推薦を乗せてるよ。ちなみに史実の2式推薦は艦載機じゃないよ。じゃあなんで乗せてるのぜ。ちょうど組んでる時が2式推薦の気分だったからだよ。いやどんな気分だ。後部甲板は、偽装の他に単装機銃がたくさんあるよ。最初の方で機銃が面白いって言ってたけど、どう面白いのぜ。ふふ、今回は2パーツ構成機銃を使ってるんだよ。2パーツ機銃？うん、鈴屋に付属してる、銃身と銃座が分かれたパーツのことだよ。造形が良いだけじゃなくて、ランナー同士を重ねることで、簡単に接着できるようになってるから、1パーツ機銃と同じ感覚で使えるようになってるよ。へえ、確かに面白い機銃なのぜ。他にもキットには、不死身の標準的な機銃もついてるから、好きな方を乗せることができるよ。武装を変えて、最強の鈴屋を完成させよ。的なメッセージが感じられるね。武装自体は変わらないけどな。以上が積プラシリーズ、鈴以上が特シリーズ、鈴屋のレビューだよ。特シリーズらしく作り応えがあって、増設された電炭や、機銃を設置するために積み上げられたボート類、戦争後期の鈴屋の情景を忠実に再現したキットだったよ。そうやってみると、航空兵器に対する危機感が伝わってくるな。場所がなければ積めばいいって発想は、積みプラと通ずるものがあるね。お前は何を言ってるんだ。次回はどんなキットをレビューするのぜ。次回は、駆逐艦をレビューしようかと企んでるよ。次回は駆逐艦なのぜ。よかったらまた見てくれると嬉しいぜ。コメント、高評価、いつもありがとうございます。それでは、ご視聴ありがとうございました。